県は金沢港のにぎわい創出につなげようと兵庫県の神戸港と連携協定を結びました。神戸市役所で開かれた共同会見には谷本知事や神戸市の久本市長などが出席しました。協定には金沢港と神戸港を発着するクルーズ航路の新規開拓や共同で乗客に対し寄港地の観光 PR を行うことなどが盛り込まれました。新幹線とクルーズを組み合わせたですね、そういう旅行商品が新たに出来上がったわけでございます。日本を代表する拠点港である神戸港との間でしっかり協定を結んでお互い往来を盛んにすることがですね、お互いの港にとってやっぱりメリットは大きいんではないかと。今年9月にはクルーズ客船パシフィックビーナスが神戸港から金沢港へ入港する予定です。